どうも、おじさんがお送りするゲームチャンネル、ホリ CH のキズナあかりです。久しぶりにやる、アーク、今回からモッドを入れて遊んでいきます。すでに見えているかと思いますが、美少女化モッドとミニマップモッドが入ってます。その他にも、最低限バニラのままで遊べるよう、チープにはならないモッドばっかり入れてます。ちなみに、拠点も久しぶりに大きくしました。以前の2倍は大きくなっているかと思います。できれば川沿いまで広げていきたいと思います。この新収納箱の書庫が便利なんですよ。範囲内のクラフト機器に設計図のデータを送れるんですよ。例えば、あの旋盤離れていますが、設計図が使えるんですね。作成も木材とか繊維とインゴットなので簡単ですね。中には100枚分の設計図も入ります。次に渡りにくかった段差を埋めたので紹介。このように大型が通れる通路を作りました。横側には緊急用の小屋を設置しました。最低限のものは用意してます。さすがにここは書庫は届かないかも。照明も有料 DLC のやつを導入してます。今回購入してみました。ちなみに拠点にいたトリケラトプスは有料 DLC のルーレットで当てた景品です。あと美少女モッド、なぜか発光します。あとクリップがひどいのか三人称はひどいですね。おかげで着れる服によっては肌が透けるので気をつけないといけません。さて、書庫の範囲消していきましょう。ちなみに、今壁で塞いでいる先も拠点を増築予定です。まあ、しばらくはやることがあるので少しずつ進めていきます。まずはアンキロサウルスをテイムしなくては。人力だと金属も石も採取きついんですよね。ということで、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。